姫だよー、わーい。なにこれ、待ってたよ、あるの、ありがとう。ゆきさんに、やしつさん、ありがとう。まやさちゃんになります、ありがとう。こんばんは、いやー、こんばんは。こんばんは。小説書いてる、小説ね、そう、小説ね、あ、そうだ、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろちょっと待って、すごい、お元気、すごく、すごい、ありがとう。待ってね。間違えた。初めて撮ったな、はぁ、マジありがとうございます、ありがとう、こんばんは。あ、そう、小説ね、小説ね、募集かけたじゃん、ツイッターで。で、なんか来てるかなって思ってたら、予想以上に来てて、そう、予想以上に来てるし、みんなの、想像力と発想力がすごくて、すごくて、めっちゃびっくりしてさ。え、すごい、みんなすごいって言いながら、ツイッター見てたんだけど。予想以上に来てて、おーと、どれから始めようかなってなってる。まあ、だからそう。すごすぎるんだな。すごすぎるんだな、ちょっとすごすぎるんだな。終わってからは初めてだね、ショルム。今、最初にありがとうございます。待っててありがとう。寝るときに考えたらよく寝れた。それはよかった。幸せな仕事してね、おー、回復、安心。キラキラ星。なんかすごい変わってるね。本当になんかすごい変わってるね。すごい。いや、もう全然、初めてでも来てくれるのが嬉しいよね。そっから時間かかるわい。それはそう、ね、思いつくのはいいんだけどね、そっから内容考えるのがあれなんだけど、短編ながら今回じゃない。でも、私が書いたら短編じゃ素晴らそうなんだよね。どれもこれも。短編じゃ素晴らくなりそうなんだよ。全然短編じゃ素晴らくなりそう。ハルさん、ありがとう。その気も嬉しい。いやいや、全然。アラビアン色がね、多分そう。なんかね、いろいろ重なって聞くできなかったっていう。こんばんは。めっちゃ元気。最近なんか変わったことあったなあ。変わったことはなんもないかもね。なんかあるから。なんかあるから。ふにさん、ありがとう。気をつけてね、ありがとう。え、そうなんだよね、短編って一気に落ちまでいかなきゃいけないからね、なかなか。よっしゃーい。カラスかわいやったね。始まりました、ありがとうございます、ありがとう。あ、それな、マジで何も書いてないよね、今何も書いてない、書いなきゃ。クマと戦うチンパンジーの何がどうなるって感じじゃない？私が成長してか、ああ、そういうこと？そういうことで、ね、そういうこと。
16になりましたよ私も。こんばんは。フジポンさんありがとう。悩んだら加湿するとか、あ、多分めっちゃ書きたくなる人なのよ。だから自分で短編って思って書いて終わってる見たら長編だったみたいな中編長編だったってことなかなかあるから、すごいどうなるかわかんないけど、クラコンにてグッドクル選手権良かったです。グッドクル選手権ってなんだっけ、私何言った、何した、私何やったっけあれ何やったっけ。完結はしてるんだよ、完結はしてるけどね、あのね書き直ししたいなって思ってる、めっちゃ書き直したい。宮崎愛理さんがあったでありがとう。長編でもいいんやで。あれ全部書き終わるの何年かかるかな。発見で98巻かやばすぎ。おかえり選手権でした。おかえり選手権、あーあれか、何言ったっけあれ何言ったっけ、私あれだよね、ひょこってするやつだもんね。そう、何やったっけ、私回復着てきます、回復着てくよん、こんばんは。あ、ブログでは完結しない、その投稿しようと思ったんだけど書き直したい欲がすごい出てきて、あれ納得してないんだよね自分じゃ全然納得してないんだけど、イベント終わったよ、割と前だと思う。決済忘れずに、こんばんは。あれ何言ったっけ、お話じゃない、おかえり選手権何言ったっけ、な、時計が近くにあるの、多分時間合ってないけど、この人全然合ってない、私の中で完結はしてるんだけど、クラコン他のメンバーのネタにかぶせてたんだっけ、どれだ、ドッポジ一発芸はみんな似せたような感じだったけど、こんばんは。え、マジで何にも覚えてない、何にも覚えてないわけじゃない、あ、そう、あのあれ、そうね、あ、なんだっけ、題名考えてたっけ、あれ、そうそう、ジンガイのやつ、あれ題名考えてたっけ、考えてない気がするな、まだあれはね、実はまだ完結してないの実はまだ終わってなくて、まだまだ続く予定だよ全然まだ続く予定のある、あれまだ終わってない、あれ実は今日も仕事お疲れ様や、頑張ったねって言ってました、言った、めっちゃ言った言ったし、なんかよしよしした気がするした気がする、した記憶ある。またあなたのことハモリ担当してる誰かな、あれはね、いけちゃんと愛子じかな、基本的には。だいぶまだなしよ、だいぶ決めてないんだよね、連名決めてないし、まだ完結してないし、全然途中第1幕第2幕とかつけるなら、第6幕ある中の今第2幕約第6幕、第6幕で終わればいいなと思ってるけど、実際第7幕までいきそうだなって思いつつ、今第2幕です、まだ第2幕のクライマッ
ックスに近い部分かな今まだ。全然そこら辺だよ。長い長いマジで長すぎる長すぎるマジで規模が壮大本当にやろうとしてることがバカ。よしよししてたよね。してたしてた。私してた記憶ある。気になる人は見てみて。登場人物分の登場人物それぞれが主人公の場面というかシーンをそれぞれ作りたいなって思ってたから、今っとこ一応6人いるから登場人物が、だから6幕1話ありつつ、最後もう一個第7幕あるかな、ないかなって感じ。あ、そう、池ちゃんと愛子寺、下ハモと上ハモがねあるんですけど、あとみちゅさんもところどころハモってるはず。キャメックだねえへ、やった。あ、そうか、 T は消えてるのかと、録画してる人やあれなのか。ハモリ担当したことある？ハモリないかも、ないかもな。あの全国ツアーの時のどっちだっけな、暗闇だっけ花だれだっけどっちだっけ、どっちかではやったのはやったけど。こんばんは。あ、もうおいでグループお話し会でも劇場公演でもおいで、待ってるよ。こんばんは。あいこじポジ出た時やらなかった、やってないやってない。アイコジポチって言ってもあれだけど、私ユニットだけだから。適当によろしくお願いします。こちらこそよろしく。明日何に来てこうかな。センターの印象が強い。嬉しいよね純粋に嬉しいよね。はい。カラオケするの？全然もうよ、やる？全然歌うよ。たふふふふふふふ、たそがれの海よ。うちは作成しようと、お、いいね。いらっしゃい。ビンゴさんありがとう。いや、こちらこそビンゴありがとうね。ちなみに私もビンゴした。ビンゴした、あれびっくりした。ビンゴするか、すると思わなかった。真ん中で踊ってると、自分も楽しい。あれめっちゃ。最後の方だから、知らないね。もちろんもちろん。頑張る頑張る。フォローして正解でした。あ、そう言ってくれて嬉しいよね、本当に。明日ですね、ゼキサイン会。君は何を後悔するのか、アカペラで歌える？一応歌えるには歌えるんだけど、これ歌っていいのかなこれ歌っていいのか、いながらなんだよね。こんばんは。うん、いらっしゃい。ダスの動きがすごく綺麗だと思う。マジで何にも気にしてないわけじゃないけど、何にも気にしてないわけじゃないけど、そこまで意識したことないけどね、嬉しい。2時間くらいってそんなにやってるの今回の機会、そんだけみんな人数多いってことか。私も2時間くらいやろう
かもな。確かに、いや、絶対2時間やるって気がするな。全然2時間やりそう。もし目前に来たから嬉しかった。いやー、そりゃね、もう足しかいないでしょ。私しかいないでしょっていう。アカペラなら歌っていいはず。他知ってるか知ってるか、そういえば。言うて歌詞を曖昧だけどね、全然歌詞曖昧だけど。もう最初から今出てこないもん。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる、何を引き換えにして自由を手に入れた。違う、これ2番。ちょっと待って。忘れてしまった、逃げてしまった、損ずるそのせい、素直になれば損をするだけ、君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ。めっちゃ腹声な気がする。いや、選抜入れたいね。サイン会3や4時間だった。4時間はやばいね。じゃあ全然それからやっていいってこと。めっちゃゆっくり書こうかな。全然ゆっくり書こうかな。こんばんは。ヒソライト確かに久しぶりかも。ヘタレたちは、ヘタレたちのセリフ意外と緊張するんだよね。めっちゃ元気です。あー、モンハン推奨し、あー、そう、ミッサーに勧められてやってる。全然やってる。何か私アンダーソングらしい。これね、あの振りをよく見たらね、今までの振りがところどころに入ってるよね。最初のクライムだってそうだしね、ところどころ入ってるけ、見つけてほしいよね。何を引き換えにして自由を手に入れた。好きじゃない感情忘れてしまった、全てが一言に見えてくる、本気になっちゃ損をするだけ。もはな、もはやってる。スマホ版の別のお仕事してる。それは全然全然いっぱい書いとく。うん、そう、みつさんにおすすめされた。カップリングができないからどうなんだろう、あれどうなんだろうね。あれ人気だったもんね一回。君は何を後悔しそうなの。今からでもやり直せるだろう、たとえ何度失敗しても、そうさ誰も気づいてない、過去は過去だ変えられやしない、今度こそは絶対後悔するな、日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去って
消えてしまえ。ちゃ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 。僕を後悔しない。今からでもやり直せるだろう。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよかったのか。後悔だらけ。そう、街でモンハンやるやつ面白い、簡単で面白い。秋アニメは早々のフリーレン、そう早々のフリーレンとか影の実力者になりたくて、ドクターストーンとなんだっけ、なんかあった、何があったっけ、あと7つの大罪の鈴木のやつもなんかねあるしね。シャングリラフロンティア、シャングリラフロンティアね、見たいんだよね。それ他瞬間でマスク外すね、もう、まあ、外して外して撮ろう。アニメ見てる、アニメ何見たっけな、この間何見たっけ私、あー何見たっけ、見た何見ようとしたんだっけ、そもそも。自動販売機に転生するやつはとりあえずマイリストに入れて後から見ようとはしてるあれは後から見ようとしてる。こんばんは、昔覚えてるんだね、めっちゃ好きなんやねこの曲。スラムダンク、スラムダンク見たことないんだよね。今日お仕事で配信見られてたよお仕事頑張ってー死ぬ。あ、これはあれか、全然大丈夫。寒いわけじゃないんだよね。転生して無双してみたい、すっごいわかる、めっちゃ無双したい最強系の主人公になってみたいよね、一回。めっちゃ鼻声、バンダイ文字1枚もなら死ぬマスクせんでーよー。自販機見てないんだよね。ユニークスキル最強です、あれで面白かった。え、見ようか迷ってるやつだん、やつじゃんそれ噛んだ、見たい。アニメの概念が壊れます、そんなにか、マジか、それは見なきゃ。チャキありがとう。あ、そっか、スパイファミリーもジュース回線もか、あとあれじゃん、東京リベンジャーズもじゃん東京リベンジャーズもじゃん。なんか秋アニメなんかいっぱいあるくない、なんかすごいいっぱいあるじゃない、影の実力者になれたくてもあった気がするんだよね。なんかやばくない、多くない、なんかなんか多いよ。あとなんかあったっけ、あ、七層体制じゃない、自爆少年花子くんもあった気がするな多分。盛りだくさんすぎるでしょ急に盛りだくさんじゃん、めっちゃ盛りだくさんだけど大丈夫そう、一気に来たね、めっちゃ一気に来たよ。
で爆笑ね花子くんはねめっちゃ好きなんよね。漫画今めっちゃ集めてる。今何巻まであるっけ。16、17とかあるはず。評価高いでもよね。ほんとね、なんか続き第2弾とか第2期とか続きが多いかも。多いかも。盾の勇者ね、見たことないんだよね。実は見たことない。花粉症ですか？めっちゃ花粉症。あ、そう、無色転生もあるじゃん。無色転生見てないけどね。まだ続き。見てないけどね。君たちはどう生きるか見たいですか？見てみたい。めっちゃ見てみたい、あれ。ね、アニメ増えたよね。ダークだよ。影、盾の勇者ってダークなの？マジ？僕も花粉症かもしれません。花粉症は辛いよマジでね。ゴブリンスレイヤーがあった。あー、ゴブリンスレイヤーもあったね。なんか見たことはないけど。お元気だよ、こんばんは。全然元気。敵から写真は下撮るの。そう、その日に撮るんだよあれ。何着ていこうかなってなってる今。無双しないからストレスたまるかも。ああ、逆に。逆にね、なるほどね。人間不信になるよとか、やだな。やだな。やだな、それ。2期生の最年少でしたね。あ、そうですね。そうだよ。全然2期生の最年少やらせてもらってます。やらせてもらってます。ダークか。あれダークなのか。マジか。キャプテン翼も始まったし。あー、あれ始まったのか。あれも始まったのか。衣装変える、衣装変えるかね。迷ってはいるんだけど、いつものように変えない可能性の方が高いな。うまくまとまった。ちょっと見てないな。ちょっとまだ見てないんだよ第二シーズン無職転生。面白い感じ希望しない考えとこ。こんばんは。一番好きなアニメソング何ですか？あのね、何のアニメのアニメソングか実は分かってないんだけど、あの魂の色は何色ですかって曲はあるじゃん。分かるかな。分かる人いるかな。めっちゃなんかこれ好きだよね。これ門脇さんが歌ってるの聞いて、あ、めっちゃいいんじゃんこの曲ってなって好きになった。オーディションだったね。ね、4年経ったんだって。やばいよ、やばいくない？ 4 年経ってると思えない。4年だって。サヤタのパラディンもあるよ。見たい、超見たい。あと月が導く異世界道中だっけ、あれもあるよね多分。こんばんは。チキの衣装3パターンくらいみたいな。マジ ?3 パターン持ってっか。じゃあ、マジで持ってく？上だけ変えるとかでもいいもんな。アニマだっけ？ワニマだっけ？なんて曲だっけ？なんて題名だっけあれ。ワニマちゃうわ。じゃアルビア怒られる、怒られる。アルビア主題歌覚えられないに分かる。めっちゃ分かる。アニマが、そう、アニマそれだ。気になってきたんですよ。ぜひぜひそのまま。3枚の人もいるからね。ね、すごいよね、あれ。めっちゃなんか、めっちゃ気がある人いるじゃん。すごいよね。あ、そう、アニマめっちゃ好きなんよ、これ。ソードアートオンラインか。見たことないな。見たことない。実は見たことない。全然見たことない。またつまずいて転がって、それでもくじけない。魂の色は何色ですか？
横地君もお願いします。任せろーい。こんばんはー、リバイお願いします。あ、代わりに怒られてくれる。マジさっきはね、事前申し込みがね、確かいるんだよね。打ち上げ祭の時に歌ってたらなんて曲だったの。ナオト・エンティライミさんっていうね、歌手がいるんですけど、あの人のカーニバルっていう曲なんよ。めっちゃなんか、盛り上げる時に歌う曲かな、多分。この人の曲ね、アニマしか聞いたことないから、他も聞いてみたいんだよね。生命線ね、OK 聞く。最近少し飽きたけど、飽きたしね。見たことないんだよね。めっちゃなんか人気あるよね、あれ。見てみたい。めっちゃ見たい。イエス、ナオト、ナオト、インティライミさん、私好きなんよ。タオル回すよね。そう、めっちゃ回す。サビでね。あー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 ってめっちゃ回すやつあれ。高3だっけ？今高2やで、高2。アークナイスの曲だよ。アニメの曲意外とやってる人もしかして。アニソン歌うけど何アニメか思い出せずに聞いてる。わかる。アニメソングはアニメいろいろ見すぎて何が何だかわからなくなるっていう。実はカーニバルでした。ナオト・インティライミさんのカーニバルです。コーニーだぜー。あ、そう。そう。ママが好きで、ママがめっちゃかけてたから、車とかで。だから、聞いてたら自然と歌詞覚えてたし、ライブも一回行ったことあるにね、ナオトさんの。だから自然と。マジで歌詞ほぼ覚えてる。星の子のエンディング曲なんだっけ？なんだっけ？星の子のエンディング曲？歌えない気がするけどなんだっけ？こんばんは。アイドルの印象が強いよね、星の子。君のサイリウム、メフィスとか、なんだっけ。私が命をかけるから、会えるから、あなたは時間をくれたのでしょうか。こんばんは。そう、アラビアン以来です、実は。ラストダンスにかけたつま先がだ、それだ。動いてない証。全然歌えてない方だけどね、これ。望みのすべてを星に願いをかけて。あ、全然1まで止まってない。今何話だっけあれ。全然何話だっけ。あ、スパイファミリー、実は見てないんだよね、私アニメ。秋の曲といえば何ですか？秋の曲といえば何？秋の曲といえば何だろう？何だろう？え？何だろう？インティライミってどんな意味？うわー、待って、前に調べた記憶あるけど、消えたな、記憶。なんだっけ？なんださ、さっきからなんだっけしか言ってない気がする。記憶力おかしなっとる。
曲だけでも聞いた方がいいよ。スパイファミリーって曲だけ聞いてくるわ。じゃあ曲だけちょっと一旦聞いてくるわ。やばい、イノコが出てきちゃった。イノコちゃう、イノコちゃう、違う。あ、全然違う。ブーストね、実はね、途中なんよね。3話ぐらい見てやめたから、一回ブースト。実は途中なんだよね。見よう、見ようとは思ってるんだけど、一回、止まっちゃったから。最近なんだっけ、そうそう、そのマジでなんだっけって成り立ってる。確かに書き。はあ、誰もの歌う。あら、誰でもの歌う。アカペラオアカラオケね、マジで一日の時間長くしない。マジでアニメ見る時間増えるって。年集めしたくなってよ。のんびり見られてなんかいいね。逆になんか逆にいい説はあるかもね。え、ブースト見たいんだよね。めっちゃめっちゃ見たいんだけど、めっちゃ見たいんだけど見れてないんですよね。ヒロアカを超えてる。マジ？それは見なきゃじゃん。それは見なきゃじゃん。世界観めっちゃ好きなんだよ、ブーストの。ブーストめっちゃ世界観好きなんだけど、実は見れてない。最近一番ハマってること何？ゲームかな。ゲームかな。ゲームかな。カラオケでお願いします。ほーい。ゲームもだけど、YouTube 見ることも最近ハマってるかもしれない。 YouTube 見るというか、配信者、ゲーム配信者の方の YouTube を見るのをハマってるというか、前からハマってるというか、それこそ昔からなんだよね。全然昔からハマってるんだけど、最近ハマってること、最近ハマってることか、なんだろうな。バイオやってた、マジ。やったことないって。あ、そうだね。家いるときはゲームか YouTube か TikTok かみたいな。そんな感じやな。時間泥棒間違いない。マジで時間泥棒でしかないよ。いつの間にか2時間超えてるもん。びっくりするよね、あれ。すごいと思う。スイカゲームやってない。スイカゲーム実はやってないんだよ。スイカゲームってさ、あの、お金かかるんだっけ、あれ。スマホ版が確かあるはずなんだよ。でもやってないんだよね。PC 借りてやりましょう。やりたーい。全然2時間軽く超えてるよ。マジで超えてる。いらっしゃーい。びっくりするよね。自分でもびっくりする。マジかってなる。ハローキー入れました。神社行く時間は、神社行ってないね最近本当に。いや、好きなメンバー多いね。いやー、ゲームはね、いいよ。楽しいしね。日頃の疲れがね、吹き飛びますよ、あれで。私は。
早いって40分ぬるっと始めました。こんばんは。もしこの世界から公共が消えたら争うことなんかなくなる。あるけど雨にポツンと咲いてるその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い放った。どこから愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そのたった一つの地球の私こそは。めっちゃ癒されました。ありがとう。いや全然。いやー歌うとキャラ変わる。よく言われる。めっちゃ言われる。なんかねよく言われるんよね。だったりステージの上だとキャラ違うねってよく言われる。
アルマサトリオさんだ、アルマありがとう。紅白行きたいね、みんなで行きたいね。今年こそ魅力の一つよね、ギャップがあるらしい。大好き、嬉しいね。こんばんは。進撃の巨人見たことない、見たことないは嘘、見たことないは嘘だけど、ほぼ見たことないに等しい。真夏のサンズか、行けたらいいね、ほんとね、行きたいね。次のステップへ進みたいね、このカリキュラム。よっしゃもう一回鼻だれば、ステージ上も写真もどっちも大好きで嬉しいね。え、そうなの、私ね、メジャーなアニメよりマイナーアニメに手を出しがちだから、実はあの有名なやつね、見たことないの多いんだよね。進撃もキングダムもそれは見たことないし、ワンピースは漫画だけなら見たことあるけど、あと何アニメ、ソードアートオンライン、スラムダンクとか見たことないんだよね。王道の方見たことないんだよ私。ヒロアカはあるからね、なんかあるのもあるけど、ないの方が、ないものが多いかな。こんばんは、いらっしゃい。ラノベ原作が好きとか、あーそれもあるのかな。あとなんでだろうね、あの人があんまり見ないものを見たがるというか見てないものを見たがるというか、打ち上げ会で歌ったアニメ、あれはね、あのナオト・インティライミさんっていう歌手の方のカーニバルっていう曲をね歌ってた、打ち上げ祭は。電車で寝そうなアニメ見ない晴れはそういうわけじゃないんだけど、全然なんか王道に手を出さないというか。あ、そうね、転生ものを漁ってたらそんなそのマイナーな方が多いから、それもあるかも。ソードアートオンラインは見たい、めっちゃ見たい。こんばんは。あとあれなんだよね、ずっとさ、ずっと続いてるアニメとかだとシーズンも多いし話数も多いじゃん。だからうん、今はいいかなってなってなかなか見ないのが多い。こんばんは。もののけ姫を一回直してる、マジ？もののけ姫いいよね。マニアック好き、あ、そう。マニアック好きだし、転生ものが好きすぎる。あこんばんは。自分だけが良さを知ってる優越感みたいな。なのかな？全然そんなことないんだけど、見つけるアニメがあんまり有名じゃなかったりとか。いやあるよね、たまにさ、めっちゃ好きな人の曲でもね、わからなくなることある。できる猫は今日も憂鬱が色くて面白いから見てほしい。見たことない、
どころなさつりくろ天使が一番だよね。間違いない。間違いない。マジでさつりくろ天使、すっごい面白いよ、あれ。最後のさ、見た人ならわかる。一番最後の、一番あの最後のシーンを何回見ても泣けるよ、あれは。この間 TikTok で切り抜きが、流れてきても泣いたもん。あのシーンだけ流れてきても泣いたもん、ちゃんと。ナースの大祭は最初から見たくなるよ。たまに見たくなる、あれは。ワンピースって1000は超えてるでしょ？超えてると思うよ。めっちゃ多分軽々と超えてると思うよ。夢の頃満身して見えるから。それはそう。この難関って常に何話なんだろう。あ、でも、33巻で300何話なんだ。316話とかなんだ。ワンピースね、ところどころ漫画持ってるんだけど。で、オーバーロードは見たんだよ。あれは見たんだよね。あれ面白かったよ。虫とコミッカーです。コミックいいよね、やっぱり。やっぱ原作なんだよね、どっちみち。どっちみち原作が一番なんだよね。本なのね、いつか見せたいよ。いつか見せたい。この感じ。漫画も入ってる、小説も入ってる。で、絵本も入ってるみたいな。で、漫画が収まりきらないからいろんなとこに置いてあるし。あと、20世紀少年は全巻持ってる。21世紀少年も持ってるやつ。あれは面白かったよ。怖かったけどね。あれ怖いけど。友達ゲームの漫画見たことある？ない。ないかも。ちゃマニア向きようで、それはそうだと思う。私が好きになるアニメとかは、マイナーだから。基本マイナーだから。クモコは早く続きを間違いない。クモコ見たい、続きあれ。いいとこで、あれ、いいとこで終わりすぎたって、本当に。あそこで終わるってとこで終わっちゃったから、見たいね。なんか、私がハマるアニメって、続きが出ない なかなか続き出てくれないんだよね。いろいろ入ってる。いろいろ入ってるよ、マジで。るろうに剣心も、前回持ってるよ。君の海。何それ、知らない。七つの海より君の海。初めて聞いた。あ、そう、剣心くん遊びましょうってやつ。そうそうそう。怖いよ。マジ、もう漫画読みながらめっちゃビクビクしながら読んでたもん、これ。夜に見るもんじゃないよ、20世紀少年は。あ、曲名ね。いい曲、歌詞だな。いい歌詞の予想ができる、この題名。ハンターハンターは実は見たことないんだよね。ハンターハンター見たことないんだよね。でも続き本当に出ないらしいね。フェアリー、それに関連付けて言えば、フェアリーテイルは途中まで見て、一回やめて、どこまで見たっけってなってる今。覚えてないね。ドナガブラックじゃないからゆっくり作るね。全然いいんだけどね。全然いいんだけど、めっちゃ待ってる。ノーゲーム、ノーライフが一番待ってるかもしんない。あれめっちゃ痛いよー。 漫画も、漫画欲しい。漫画ある、あれ。漫画であるなら漫画欲しいんだけど。どこに売ってるって感じだし。おっと、5分前、それは聞いてないぞ。早い早い。新シーズンは持ってないです。だったら泣いてないで笑うようなシーンが忘れない。わかるー。 めっちゃわかる。同じでわかる。55分でーす。客読みしまーす。いらっしゃーい。
オタク特有の、自分のアニメ話し出したらめっちゃ早口になるやつにやってる。これからのとこで終わったからね、ほんとね、ノーゲームはね、マジで。いや、明日は時期なんでね、明日もよろしくね。いきまーす。トキーソヨッチョイギータ赤キッチンポロンガ123ソラシドボン TJ あリサーチャーナウソンミンで合ってるこれ。みやび心拍お猫ちゃんのおじさんマスド電車さん恋してカープジョンドヒョンコエズハンスタナコミクフナカタナオヨシキョマグンポクレンパサラン 違う、パス合ってるわ。正規ナオポリン、ウト、友和、青い鳥、ズキヤマ、奈良西、ちくわの夏、アシュリー、ワイリンガル、高森、白花、ダース、マッツァ、牛丸太郎、ガトル、ヨウス、ゼマのマンカ、ニトシ、青、秋夫、バラビモチ、ハマコン、ユウマ、フークロ、右耳に、ミニニキビ、武田、マックフライ、ゼロタピ、カタルフ、ケイ読み方合ってる。KHK、洋次郎、駆け引く枕、丸太郎、のりさん、もんちゃん、小谷、りょうじ、あお、長谷川、広島の野球好きさん、エニオール丸、渡辺、ジャパン前、佐藤、り、び、あ、り、LEVA、村川山、オレンジ、森県銀河、ナミ、ヒロ、ポメニー、フェアチャイ、チェアイルド、チューチュー、マーク、モッチー、ジミン、トツアン、今日の雪、ゼータ、ユウ、タグレモヤシ、タカパパ、フジポン、ハル、ミヤス芸人、アルマサトリオ、アシコロ人間、ユイミン、ソッチャンさん、シマカゼ、マルトモちゃん、カシアギマス、キフニさん、ヤシチ、ありがとうございました。明日も全然めちゃめちゃ余ってます。ウィンクに、一応今んとこはウィンクと横的に。ありがとう。すごい行ってくる、いいじゃろう。いいな、行きたーい。ジブリパークとか最高じゃん。鉄道行きたい。行ってらっしゃい。楽しんで。ありがとうございました。明日よろしくお願いします。全然。今のうちでとこが、明日、チェキ、申し込んでくださってる方、書いてほしいことがあれば、その都度言っていただけたら、何でも書くので、何でも嘘かも、何でも嘘かも、基本何でも書くので、ぜひぜひ、ご要望ください。待ってまーす。ありがとうございました。ごめん。何でも嘘かも。何でも嘘かも。ありがとうございました。よろしくお願いします。オッケー、してなかったら任せろ。アラビアンは分かんないさ。 ありがとう。おやすみ。まだ寝ないけど本当に。 ありがとうございました。小説書いてもらおう。おっと、オッケー。 即興小説とかめっちゃすごい、やばいかも。 ありがとうございました。おやすみなさい。また明日の人はまた明日。おやすみ、ありがとう。またねー。バイバーイ。 バイバーイ、おやすみ。 いい夢見てください、皆さん。おやすみなさい。ありがとうございました。